久しぶりにメロリン級やってくださいって書いてるんですよ。これギャラ入りますよ。ギャラ入ります、これは。芸能の案件なんで。政治としての仕事はもちろん、ただでも喋りに行きます、どこでも。けども、このメロリンに関してはですね、これは営業になりますので、逆に言いますと、事務所に問い合わせていただければと思います。これは、でも、遠慮なく芸能の案件としてのギャラをいただきます。それ何発かやって、つったら政治資金パーティーやるよりも、結局ぐらいかもしれないですね。政治資金パーティーでうち開けないんですよ。どうしてかっていうと、その、寄付くださる多くの方々が、今日のランチ我慢して、いくらとかってことで、寄付をくださるので、政治資金パーティーとかってやれる状況にないんですね。パーケン2万3万で売りさばいて、来ない人もいたりとかして、どっかの企業に100枚買ってもらった、30枚買ってもらったってことで、1回のパーティーで何千万集まりましたとかっていうのが大手ですけれども、うちはなかなかそういうことができないというか、そういう話じゃないんですよね。すごいなと思いますけどね。数千人集めたみたいなね。パーティーで数千人で一人頭2万3万、そのうちホテルの会場費にかかったのが半分だと考えても、へえみたいなことをね、よく自民党の秘書さんとたまにね、こちょっとなんか見えないように喋ったりとかするんですけど、あーどうもーなんて向こうもね、全く警戒せずに話してくれるんですけどね。そうですね、メロリン級は1回100万円ぐらいですかってことですけれども、今だったら100万ではやりませんね、申し訳ないですけども、はい、山本太郎を読んでお話ししようという会に、5人でも10人でも行きますよって、これは無料です。メロリン級に関しましては100万ではやらないです、すいません、はい、そこ誇りを持ってメロリンを見せたいっていう思いも私もあるんで、まあ、そこまで高かったら別に見なくていいわって方が大勢だと思うんで、だったらじゃあやらなくていいかって話になってるってことですね。昔はですね、もうあまりにも、そういう人がやってくれよやってくれよっていう人がいたとしたら、あ、地球最後の日にやろうと思ってますみたいなこと言ってたんですけど、なんかだんだんシャレにならない社会状況になってきてるんで、そういうことは言わないようにしてます。一応ポリシーで、一応ここに出た限りはストロベリー級をやろうと思って、行くでの踊りを一つ。おたけし行くで。おたけし行くで。おたけし。おたけし。おたけし。彼女いるの？いや、一応ね、人間っていうのは何回死ぬ時はいつも一人なんですよね。まだよ。生まれた時からだよ。そういう時っていうか、そういうクールな観念に基づいて、あまりそういうことは。彼女はじゃあ作らない主義なんだ。待ってるで、ね。